本庄君、おはようございます。おはようございます。今日は飛び箱の飛び方の指導方法と、あとは補助の仕方をちょっと教えていくから頑張ってやっていこうか。ちなみに本庄君は飛び箱飛べますか？小学校の時は飛べたはず。今のところマット、鉄棒って教えてきたけど、今のところ全滅してるから、飛び箱はな、飛べるようにしときたいね。ということで、まず器具の説明からいこうか。じゃあこれ何か知ってますか？ロイター板です。はい、ロイター板ですね。ロイター板何に使いますか？飛び箱飛ぶときに、それ手じゃねえか。ジャンプすることを踏み切りって言うからね。ロイター板蹴ることを踏み切りって言うから、これをしっかり覚えておいてください。じゃあまずはロイター板蹴るところから練習しようか。緑のテープ貼ってるところに向かって走り込んでグーで飛ぶ。まずこれ一番大事な練習ね。そこで終わったらダメだぜ。乗ってるだけだから、蹴ったら飛ぶんだぜ。おい、ちょい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 、タタ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 と、そう、やべえな。まあ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 、これで大丈夫やな。ちっちゃい子はこの踏み切りをタイミング合わすところが難しいから、これをまずひたすらやらせると OK。 じゃあ次レベル2、ロイター蹴った後に紫に乗ってもう一回白までジャンプする。で、踏み切りは絶対途中で止まったらあかんから、走ったそのままの流れで蹴ってくださいね。はい、せーの、はい、せーの、ジャンプジャンプジャンプです。トントントン、そうです。これをひたすらまずやると。じゃあ今度は紫踏まずにロイター蹴ったら白いところまでジャンプしてちょうだい。まあ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 、こんだけできていけるかな。よし、オッケー。今日はね、開脚跳びの練習するんやけど、まず手つく場所ね、縦向きの時はどこにつくでしょう？そうです、できるだけ一番奥につきましょうね。ちなみにこれ横向きにしたらどこでしょう？そうです、できるだけね、飛び箱奥につくのが大事なので。ではそこに手をついてパーで乗ってください。いきなり遠くじゃなくていいで、最初真ん中ぐらいでいい。と、あ、これ、そう、まずこの乗り方をやるの。あっちの助走と踏み切りの練習をまずしっかりやっていくっていうのが幼稚園で大事やから。あ、そう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 、オッケー。小学生はこれぐらいで、そうそう、もうそこまでいったら飛べるからな。じゃあ次、はい、幼稚園の子はこれ、サイズが小学生用の飛び箱やから、これでいきなりやらすと絶対に飛べないので、こういうちっちゃい幼稚園用ね、特にぶつかったりして痛いのが嫌とかな、そういう子がいてたら、まあ、こういう、まあ、教室ごとにあるかないかで分かれてくると、先生の教室はちっちゃいのがあるから、これね。で、今度は横からちょっと撮ってほしいんだけど、はい、飛び箱ってな、ただ手ついて飛ぶだけやとここで絶対終わるので、ね、これ意識してほしいんやけど、手で支えるのはもちろんさやんけど、この肩をこの飛び箱よりもちょっと前に出してあげながらパーで避けるっていうのがすごい大事なのね。ここで1個気をつけてほしいんやけど、お尻と足がこの飛び箱を越えてからもずっと手持ってる子いてるんやけど、これでお尻下げちゃうと手がお尻で踏んでしまって最悪骨折とかになってしまうから、はい、これならないように補助してあげるっていうのがまず大事ね。ついてこの場で立ったままパワーやるというのは絶対前に出てしまうから、1、2のお尻を下げた後、次前に出るときに、はい、手を飛ぶ感じで、この時ちっちゃい子とかやったら手こうやって弾いて上に上げてしまったりとか、飛びながら肘曲げてしまったりするから、これがならないように補助してあげる。はい、じゃあちょっとこの補助だけ教えてあげるから。補助する人はまずは肩ね、飛び箱から左右に立ったら、立った方のマットの方に近い方ね、着地側に近い方のマットで腕を持ってあげるね。これあんまりギュッて持ったら痛いから。で、今度はお尻、ここ太ももぐらい、体が前に出た時にちょっとこれで支えながら足パシな、せーの、はい、ってやるだけ。腕とこう、ここら辺な、こう前に出た時にちょっと運んであげる感じ。そう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 、いいね、せーの、ほい、ね、これがお尻下がってしまう時があるから、下がってお尻で手踏まない間にこっちに持っていってしまう、ね、今度全然できへん人やんで、せーの、はい、こんな感じで、OK、腕は軽く持ってお尻は、あ、そう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 、お尻は、お尻を持つのはもう前に運んであげるためのもんで、腕は肘が曲がらないように支えてあげる役割やから、 OK。 補助君、今度は自分でやってみよう。これできたら飛び箱飛べるから。あ、うまい。これでまず慣れるのよ。そうそうそう、これが一応4段なんやけど、この4段は後ろのでかい飛び箱の4段と高さは同じやから、逆にこれが飛べたら、あと足しっかり開けば飛び箱飛べるから。あ、そう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 、どうやっていって、まあまあまあ、もう大丈夫かな。結構膝が内股になってるから、大きく外に出す方が高い飛び箱で引っかからんですもんから。そう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 、まあこんだけ飛べたらいけるかな。
じゃあ本庄くん実際に飛ぶんやけど、飛ぶ時のタイミングをちょっと分かりやすく幼稚園の子とかに言うために、先生はねグートンパーのリズムで飛んでって言ってんのね。グートンパーのグーは踏み切りのグーね。でトンがお手手でパーがパー、そのリズムをグートンパー、それが感覚がおかしくなってグートンパーとかやったりすると飛べなくなってくるからグートンパーで飛ぶの。OK? じゃあなんか違かったぞ今グー言うてたのにパーになってたぞ若干。じゃあ一回やってみよう。走って、はい、グートンパー、もう飛べるやろ。このリズム覚えといて、これを低い跳び箱でも高い跳び箱でも全く変わらへんから、基本的にグートンパーのリズムで飛ばす。じゃあこっから補助の練習やっていこうかな。跳び箱の補助って結構難しいんやんか。走ってきて手ついてパーの一連の動作を止めることなく補助せなあかんから、まず立ち位置はなあんまり真ん中ど真ん中じゃないようにせなあかんやんか。そうそうそう、ちょっとロイター板の隣ぐらいからスタートして、子供が跳ぶタイミング、前に行くタイミングに合わせて自分も動きながら補助をするっていうのが大事になってくるから、まずオーソドックスな補助の仕方を教えてあげるから、このマット側の手で肩を持つ、でお腹を手の甲を下にして持ち上げる。これ一番オーソドックスな方法。マットの近い方の手でお腹を支えて、基本的にお腹とか支える方の手はお尻とかを持ち上げて運ぶ役割だと思って、はい、で肩を持つ方はもう全部支えてあげるだけ、はい、でこのまませーので、はい、こう。これ俺めっちゃ手首がこう回した状態やからすごい運びにくいんやから、はい、ちょっとこれ難しい人はこっちのマットの方の近い手をお腹に沿って、これが支えるで、お尻ね、はい、このまま整理ので、はい、あっていうやり方。俺はこっちの方がやりやすいからこっちでやってる。ただこのやり方するとこう立ち方がな真横に入ってしまうから、はい、結構横に避けながらやらないからちょっと遠めに入ってやってあげると、左足、立ってる方の足が引っかかりやすいから、このまま足ちょっと引っ込めたりするから気をつけて。でまずオーソドックススタイルからこうか、手ついた時にそうで、そのままで、ここに足くるからちょっと気をつけて、せーので、ほい、OK、こんな感じ。グーでやると体重としてできるから、まあ、ちょっと足開いといて、こう動けるようにやっていった方が、はい、じゃあ次、俺がいつもやってるやつね、せーの、ほい、だいたいこの子がパターンだな。じゃあ実際に走ってやるなら、走るときはいつでもこれより構えておいて、ロイターを踏み切ったぐらいでちょっと構えるの、もう準備するの、足って、ね、手中入れる準備するのね。でこの飛んだ時に行くから、だいぶ大事だから、グーしたタイミングでもう中入れてあげる感じで、ダダ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 だったおおこれスンって飛べる子はいいんだけど、飛べない子もいけんのよ。で飛べない子がもしちょっと手はじいたりとか、お腹支えてるところでゴスンと落ちないように力入れてあげると、はい、いやもうプンって力入れてあげる、こうならない、スコンってならないように支えてあげる、はいはいはい、この高さで手はじいてしまうとお尻が下がる、体が下がるから、それを下がってしまわないようにそう持ち上げながら前に運ぶ。ダダ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 、手が力が入ってないボールの方が多いから押しすぎ注意、押しすぎ飛んでから、できるんやったら着地まで落としてあげる、同じやり方やけど足が止まるまで補助をやってあげる、せーの、ほい、はー、いい、OK、 こうなると思ってくらいならないようにちょっと力入れてあげる、ダダダダー、はい、あ、そうそうそう、子供が飛べなかったら補助も強くしてあげなあかんし、はい、飛べるんやったら最終なのここだけね、ここだけですね、片手だけ持つときはもうそこに折ってもしょうがないから、最初から頭から落ちないときのためにここ構えといて、最後肩を持ってあげる、ここでさ飛んでくるの待って、はい、最後これここからせーの、はい、ほい、あ、そうそうそう、その鉄棒よりは全然変わらない、ただその飛べへんかったときの失敗したときに怪我しやすいから、それをしっかり止めてあげる、ポジだから縦の時もやり方変わらんねんけど、手をここについてしまう時の子が多いから、その時も同じやり方の補助で飛ばしてあげるからね、とやりたい、で今ちょっと手当たったんですよ、あれタイミングで今度は真ん中ぐらいですから、はい、真ん中ここで止まるから、そうできるだけ早くに前に出してあげる、よし OK、 もう解決できるな、
よし、じゃあ本庄君、今回は跳び箱の開脚跳びの跳び方とあとは補助のねやり方教えたので、研修だけでは難しいから、もう実際に生徒と一緒にね補助の練習しながらちょっと頑張ってみて。でやっぱり補助って助けるためのもんやから、無理に自分の力で飛ばそうとせんと、あくまで子供の力を助けるつもりでやるのと、あとはもう怪我しないように、自分は怪我してもいいけど生徒は怪我させたらあかんから、もう補助の失敗だけ絶対ないように気を引き締めてやってください。あとは自分が飛べるように頑張ってくださいではこの動画が参考になった方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。もうあと100人に迫ってきたからなこの動画で伸びることを期待しております。それではまた次回の講座でお会いしましょう。さよなら。